ムケシュ・アンバーニーは、インドの実業家。インド最大の民間企業である、リライアンス・インダストリーズの会長であり、筆頭株主でもある。スタンフォード大学のビジネススクールを中退後、父、ディール・バー・イー・アンバーニーが創業した、リライアンスに入社した。実定のアニール・アンバーニーとは、父の財閥の支配権や遺産相続をめぐって争いを繰り広げ、 兄弟二人で財閥を分割し、それぞれ独立して活動を続けていた。ケシュは、リライアンスインダストリーズを繊維メーカーから巨大な石油化学メーカーに成長させるも弟アニルとお互いの専門分野には手を出さないと交わした約束を、アニルが経営を引き継いだ通信産業に参入して破り、リライアンスインダストリーズの子会社リライアンスジオとの 熾烈な低価格競争で2017年にアニルのリライアンスコミュニケーションズは倒産に追い込まれることとなった。しかし、ムケシュは資産買収案の提示や債務返済金の肩代わりなど弟の救済に乗り出してアニルに感謝された。2018年に中国の馬雲を越えてアジア一の富豪となった。アンティリアムンバイ中心部の一等地に世界最高額と言われる 地上約170メートルの自宅を所有している。このビルは通常であれば60階ほどになるところを各階ごとの高さを多めに取り27階建てにした贅沢な造りとなっている。この建物はバーストシャストラという風水に似たインドの伝統的な建築デザインに基づいていると言われている。ありがとうございます。